日本一ソフトウェアプレゼンツ。画面の前の皆様、こんにちは。メラビト Q でございます。ルフランの地下迷宮と魔女の旅団の方やっていきましょう。やっていくんですが、はい、いつも通りね。こうやって、2つね、セーブスロットを、作っておきたいと思います。基本的には上の方にセーブするんだけど、前回もミスったんで、前回撮影もね、1時間撮ってミスったりしてね、その間にね、話と一つしかセーブしてないと、その分がね、ちょっと飛んでしまうので、しっかりとね、ここは、セーブスロット2つ作っといてから、やりたいと思います。で、前回は何をしたかっていうと、人形兵を作って、旅団を編成したんだよね。こんな感じで。じゃあ、ストーリー見ていきましょうか。というわけで見ていきたいと思います。もうすぐ夕刻か。夕闇の魔女にとってはおあつらえ向きじゃないか。私の魔力が最も高まる時間だ。このままやるんですか？もしかしたら地下の正気はすごく濃いかも。ものすごく濃いかもしれませんよ。予想より正気が濃いというのか？もしかしたらですけど。まあ確かにな。ヨーロ歴帝は一冊しかないんだ。用心するに越したことはないかもな。横島なる正気を払う。常しえの衣をこの者に与え。よし、これで多少の正気は払えるはずだ。まあお前にはあまり関係ないはずなのだが、あくまで用心のためだ。歴帝ちゃんを持ってきました。持ってきましたよ。貸せ。前人未到として知られるルフランの地下迷宮。さあ、ヨーロ歴帝よ、攻略してくるがいい。さあ、というわけで、機能正気無効化の歴帝スキルを手に入れました。それではね、地下迷宮を攻略していきましょう。さあ、というわけでね、カンパニュラというわけで、こうやってね、こう拠点に戻ったりもできます。でも、拠点にね、戻るとこんな感じで、探索結果画面っていうのに、なります。基本的にはあそこから戻るんだけど、たまにね、全滅するっていうこともあります。経験値がね、たまにもらえます。迷宮探索データ経験値の 20% を獲得、HP とドラムポイントが回復、ただしね、前回話したかな、身体部位の欠損っていうのはちゃんと拠点でね、修復してあげないといけない、で探索データマナを持ち帰れると、ただし拠点への、戻り方によってそのマナがね、どれぐらい減るかっていうのが決まりますよと。全滅したときは、味方人形兵の部位に、ロストが発生。で、所持アイテムの一部をロスト。人形兵たちの有効度が下がると。泥の脱出口っていうのを、設置することができると。いうわけですね。で、なんか魔女嘆願っていうのが出てきました。魔女嘆願っていうのは、このマナをね、右上の、キャラマナー、銀貨って書いてあるんですが、このマナのところですね、これを使っていろんなね、いろんな願いをね、こんな感じで、叶えていくと、人魚編名前を変えたり、
なんだ、まあ難易度変えたりね、することができると。まあまあまあ、これはそのままにしておきましょうか。じゃあまあ、こっちの方にセーブしといて、出撃でね、神壁のカンパニュラかな、ここにまあ行くと、迷宮探索時に通る出撃画面です。出撃する前に少しだけこの画面について説明。出撃画面ではいくつかの情報が表示されていますが、その中でも特にリインフォースとマナノードについて説明しておきます。リインフォースは地下迷宮の中で様々に使える力のことです。手持ちの過分な編成状態により、出撃にはある程度のリインフォースを消費しますが、残りのリインフォースは迷宮内で自由に使えます。次に画面 右側のマナノードについてです。マナは魔力の源であり、拠点でも様々に活躍しますが、実は濃度の高いマナイコール正気でもあるのです。所持マナの量が一定値を超えると、その正気の濃さにネガティブな出来事が引き寄せられてきますと。危険と思われるマナ所持量の目安がマナ濃度として表示されます。というわけでね、このマナを、超えてしまうと、危険なね奴らが寄ってくるというわけで、イベント、あ、これあれですね。これあのマナです。こういうのを、まあ、しっかりと集めていきましょうと。いうわけで、まあ、まずはこの、マップ?ミニマップを埋めていきたいですね。青い宝石を手に入れた。なんかびっくりマークついてたんでね、重要アイテムっぽいですよね。さあ、出てきました。まあ、攻撃。まあ、防御、攻撃でいいかな。あ、いいですね。でこれは誰が倒しても経験値もらえます。みんなね、みんな平等に経験値がもらえると。今倒しても4ぐらいしかもらえなかったと思うんですけど、まあ大体ね最初はこんなもんです。よもぎ傷軟膏、アイテムとかもねこんな感じであります。まあ全部装備してんのか。装備とかもね、まあ、こんなところにあると。まあ、基本的には、その、作ったキャラに応じて、このボロのね、武器と、コートがね、装備されると。いうわけで、まあ、使う場面になったらアイテムも使っていきましょう。さあ、どっちだ?なんかあるね。これなんか前回見た気がしますね。前回だったか前々回だか。マナをしっかりとかき集めていきましょう。マナいくつまでだったっけ?なんか5000とかだったかな?まあまあまあ、集めていきましょうか。リーフォース、まだね、使えないみたいですが。まあまあまあ、行きましょう。なんかさっきびっくり書いてあったね、あそこに何かあるってことでしょう。セドの戦術工、戦術工はね、ピアフォートレスかな、ナイトみたいな防御系のねキャラに持たせるといい武器ですね。じゃあまあイベント見ていきましょうか。あ、なるほど。全光栄と武器の射程ですね。まあ、こんな感じで、まあドンツイ、戦術庫、刀剣、セーランガン、まあ、百花球、受賞、食大、古闘争っていうのがあるんですが、前衛が得意な武器と後衛が得意な武器がありますよと、いうわけでね、見たところで、古闘争はどちらでもいけると。古闘争と受賞ですね、まあ、どちらでもいける。で、受賞は遠距離の方がね、得意なんで、まあ、後衛に置いておくと。いった感じになっております。でね、まあ、ミニマップね、見てもらえればわかる。なんか音がするな。ミニマップね、見てもらえればわかると思うんですが、これね、色の、違うね壁とかありますが、ちゃんとね意味があります。なんでこの壁の色が違うのかっていうのはね、まあ、多分後々わかると思うんだけど。ああ、落とし穴だった。そういえば、
さあ2階に降りてきましたよ。これってこれってあの最初のところから最初のところ以外から戻るのどうするんだっけいやもうやってたの昔なんでね、大昔なんで、ちょっとね、やっぱ見つかってそう。あれね、ピキーンと音が鳴るとね、見つかってるっていう合図なんですね。で、しびれ小鉢っていうのと、マニートっていうのがいますね。あ、ちょっと待って待って待って。治癒術、ドナムポイントまだ結構あるんで、まあしっかりとね。はい、やばそう。あーやばいね。これ相手のしびれ小鉢の方が早いんでちょっとまずいですね。防御しますか。あーそっちに来た。そう、あと、やばそう、やばそう、いろいろとやばそう。間に合うかな。間に合う、あ、間に合う、間に合う、間に合う。あれ、あれ回復ちゃんと使わなかったっけ。あ、レベルが上がりましたよ。アリシアの能力が上がったと。いうわけで、まあ、こんな感じでね、レベル上げもしっかりと行いつつ行きたいと思いますが、ちょっととりあえず上に戻りてえな。今出た待機っていうのは一旦何もせずに過ごすっていうことですね。厚手の布、まあ、衣にしとこうか。まあ、靴とかね、ヘルメットというか、まあ、そんな感じの、装備もねあります。ちょ、よもぎ早速使うか。 HP800 も回復できる。ちょっと怖いんで回復しとこう。これか。よいしょ。さあどっちに進むべきかなんだけど、間違えてね、次の回とかに進んじゃうと思わぬ強敵に遭遇することもあるんで、魂の小瓶ですね。これで素体が1体もらえれば、人魚兵が、1匹手に入る、人魚兵がね1体作れるんですが、で受賞はね、こんな感じでね、連続攻撃ができます。さあ、なんかマニート、こちらのマニートちゃんたちが何かやってきそうですが、ミスクリティカル、なんだっけこれ、状態異常とかもね、もう何も記憶にない。驚愕か。だからまあスタンみたいなもんよね。はい、アリシアさん強い、強いですね、アリシアさん。 51EXP、 あ、やっぱ強いんだわここら辺の敵。あ、スイッチどっかから来ている。さあ、しびれ小鉢が2体ですが、まあ攻撃していいでしょう。はい、待ってください。まあまあまあ、ああ強いね。ミス、さあ一体私どこに行けばいいんだ。なんか穴があるね。あの穴もね、確かに重要なんですよね。さあ、しびれ小鉢には受賞じゃないわ、食材の攻撃が効くみたいですね。防御
攻撃ドナムちょっと使ってみようか。効くかどうかは知らんけど、あんまり効かんね正直な話。まあ、普通に攻撃した方が安定感はある。まあね、どういった属性の攻撃がね通りやすいとかありますんで、やはりこの手のゲームでお決まりのね。見慣れの書物、なんだ見慣れの書物って、あ、これもなんかあれですね、貴重品ですね。貴重品はあれかな、なんかコレクトアイテムか、もしくはまあ重要なストーリー上重要なやつですね。危なっ。おお、真正面から来てたか。プラヘッド、はい、お、これいけるか。はい、プラヘッドにはちゃんと効きますね、受賞がね。でもね、今はねやっぱね、あの受賞がね使えないと思っていてもね、受賞がないときつい。あの敵がね確か出てきたと思う、下の方で。それ、さあ、まあまあまあ、ここら辺はまあしばらく通常攻撃連打でいいんじゃないでしょうか。お、レベルが上がったよ、いいですね。まあ、まずはねしっかりとレベルを上げていきまして、おー、しばらくぶりの玉ねぎ。まあ、ここら辺の玉ねぎはまあ余裕ですわね。待ってください。まあ、やはり階層が変われば、階層が変われば楽に戦えるね。干し玉ねぎをゲット、あんな感じでアイテムをドロップすることもねやったりします。さあ、今現状敵の姿が見えないんで、全く後々ね、あの見えたりもするんですけども、破壊、まあ、ここら辺はね普通に進んでいきましょう。おっと、扉を開けた先に敵がいる。はい、ミス。いいですね。まあ、ここら辺の雑魚敵はねまあ余裕ですよ。さあ、果たして帰ることができるのはヨモギ傷なんかをありがて、銀のさじ、銀のさじって何だったかな。消費アイテムかな。およそ100歩内で新たな敵が発生しなくなる魔除けのさじという感じらしいです。甲の結婚書、結婚書も手に入れたんで、あの人形兵を作ることさえできれば、あの新たにね、その、結婚書にね、置いて、花粉を編成することが可能と。古闘争に受賞、迷宮内の武具は物語の中に登場するものばかりだ。さあ、というわけで戦闘ですが、まあまあまあ余裕でしょう。私があの一歩一歩くまなく歩いてるのはあれですね、あのちゃんとあのマップをしっかりと完成させていきたいからですね。しっかりとこうやって一歩一歩歩いて、上のねミニマップの完成を目指すと。人形素体も手に入れた。じゃあ帰ってちょっと作りましょうか。一体何作るかな。甲の結婚書とかだったよね。だから、なんだろう、忍ぶしでも作ろうかな。こうスイッチ、はい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 、あー、なるほど、これで多分開くはず。あ、オッケーオッケーオッケー。だからあのこれで帰れるようになるんだね、安心して。錆びた受賞を手に入れた。おお、めちゃくちゃいる。ちょっとこれドラム使って回復しとこうか。ドラム効くかなこれ。
今見ましたか、ゴアヒットって。あれが、いわゆる、いわゆる欠損ですね。はい。はい。はい。でも前後衛がいるんで、まあ、前衛には、前衛から先倒すか。はい。はい。オッケー。やっぱこういうのは一体一体ね、しっかりと倒していくことが先決なんですよね。倒した。はい、避ける。これあれかな、戻ってちゃんと回復できるかな。さあ、まあ、あとは一体だけなんで、しっかりと撃破しといて。これやられちゃうと経験値入ってこなくなるんだよね。ちょっとね、まずいんで戻りましょうか。これ以上の探索は危険。やっぱね、引き返すところをしっかりと。あ、まあここならね、玉ねぎしか出てこないんで、余裕ですね。同じフロアでも奥にね行くほどに、まあ強い相手がね、まあ、出てくると、いうわけで経験値ボーナスのおかげで、まあ、レベルが上がったと、いう感じですね。V がロストさっきしたんでね、しっかりと直しておきましょう。腕がちぎれたり足がもげたりしたままの人形兵ではその能力をフルに発揮できません。クリティカルゴアとは、クリティカル発生時の著しい損傷により体の一部が破壊されロストしてしまうことです。人形兵の体の一部をロストすると HP に重大なダメージを負い、さらにロストした部位に応じたステータスが大幅にダウンします。まあ、こんな感じですね。で HP が下がった状態で頭部は、もう死んでしまうと。人形修理には資材が必要で、修理する人形兵のレベルに応じて高価な資材が必要になります。地下迷宮攻略における一番の敵がこのクリティカルゴアと言っても過言ではない。うん、確かにね。じゃあ、まあしっかりとここは修理をしておきたいんですが、しっかりとここはね、銀貨を消費してクズ資材を新たに買いまして、ちゃんとセーブもしまして、人形兵も作りましょう。まあ忍ぶしかな。いやでもやっぱり最初なんかディフェンスが重要だからね。やっぱディフェンス重要ですよ。ゆいでいい、日本人っぽく行こう。なんかあれだね、いろいろ名字つけたくなるけども。まあまあまあ行きましょうか。まあ、ユイはやはり、まあ、情熱家でしょやっぱり。これでいいね。まあ成長タイプナチュラルスタンダードで、サニーサイドにしとこうか。やはり、攻撃を、しっかりと受けていきたい。武器が鈍ついの場合に限り、鈍ついはね、まだ使わんね。防御陣中に攻撃を受けると時短の予算値がアップ。これにしようか。これで作りましょう。で、先ほど、まあ、旅団編成だね。よいしょ。
過分コスト、過分コスト4、足りるいけるでしょう。あれ、これコストってコストってどこに関係してくるんだっけ。 あれかあのリンフォースが減るのか。まあ、アイテムというかキャラクターで、装備が変更できると。まあ、聖堂の戦術を手に入れたんでね、しっかりとここは装備を入れ替えておきまして、記録してからまたね出撃していきましょう。あ、やっぱそうだね、リンフォースが消費されちゃう。さあ、まずはねこのフロアの、マップ完成を目指していきたいところ。さあ行きましょう。いや、すごいですね、レベル1にしても HP がもうマックスレベル、我々の中でもマックス値に近いね。さあさあさあ、よいしょ。さあ、見慣れぬ工芸品をゲット、発見した品からはほのかに魔力が放たれているようで、一度戻って報告した方が良いかもしれない。こんな感じでね、拠点に戻って報告しましょうっていうのが出る時もあります。こういう時はねおとなしく帰りましょう。さあ来たぞ、プラヘッド、5体のプラヘッド。これ基本防御陣、これってこれドナム何つ、ドナムはなしか。まあしっかりと、攻撃をしていきましょうか。はい、しっかりと、みんなの攻撃を引きつけていく。エフェクティブ、さあ受傷でもしっかりとダメージを入れていきまして、今クイックイってなったのはこれなんかあの WASD がなんかこの視点操作に当たるんですよね、多分ね。あの基本的にその WASD での操作に慣れてしまってるんで、あの急にね操作変えろって言われてもね、なかなか慣れん操作なんですよ。さあしっかりガード、あっとしっかりと守っていったけども腕をロストしてしまう。まあ、しかし防御を張るのは変わらず、ちょっと待ってね、攻撃こっちにしようか。どうだろう、受傷で倒せるかな。はい、あ、クリティカル、エフェクティブ、まあ、ここもしっかりと倒していきましょう。さあ、ユイの、レベルが上がりましたよと。いうわけでね、早速戻って報告をしていきたいところですが、一旦、降りる前にね、しっかりと報告をしていきましょう。よいしょ。まあ、さっきあれだね、もう少しで行けたんですね。ちょっとしっかりと、修理はしておきましょう。これアイテムって売れたっけ。まあいいや、銀貨がねなくなるかもしれなかったんで、じゃあ魔女報告行きましょうか。よいしょ。ドロニア様、ドロニア様、液晶ちゃんが戻ってきました。なんだと、あれから半時と経っていないぞ。ちょっと貸してみろ。黒塗りのページが魔女文字で書き込まれている。なるほどな、ヨーロ歴帝が探索を行うとその情報が黒塗りのページに書き込まれていく。この本、こういうからくりだったか。それに探索は
きちんと行われていたようだな。だが地下は自然の法則、時間の流れがこちらと違うとでも言うのか。わからん、わからんが、いずれにせよ地下迷宮の伝説は間違っていなかったようだな。それにヨーロ歴帝、どうやらこいつは本物だ。歴帝ちゃん、よかったですね。本物だったみたいですよ。それにしても、これがルフランの地下迷宮に秘められし品々か。どれもこの世界ではありえないものばかりだな。そんなことがわかるんですか？ルカにはどれも一緒に見えます、見えますよ。簡単なことだ。こんなにマナにあふれた工芸品などこの世界ではありえない。マナの流れが見えればお前でもわかる。そうだ、歴帝、お前にも物品が持つ魔力、その一端であるレアリティが見えるように細工してやろう。あと、レアリティが一定以上の品は貴重品として認識できるようにしておいた。見つけたらすべて私に献上するんだ。まあ、お前の記録を閲覧したときにそれらの品があればこちらで勝手にもらうわな。せっかく意識があるんだ、キリキリ働いてもらうぞ、歴帝。タラニア様も歴帝ちゃんって呼ぶんですね。ルカですよ、それルカが名付けたんですよ。うるさいぞ。他にも地下の探索で困ったことがあったら何でも報告しろ。必要に応じてまた細工してやる。ドロニア様、誰か来たみたいです。来たみたいですよ。開けてやれ。はい。どちら様でしょうか？突然の訪問失礼します。こちらに大魔女バーバヤーガ様がいらしていると思うのですが。いや、大魔女バーバヤーガは私です。あなたは？私はこの町の領主に仕えております、クラウス・カーターと申します。主人の申し付けでバーバヤーガ様をお迎えに上がりました。領主、手紙の男か。面倒なことだ。とはいえすっぽかすわけにもいかないか。これはご挨拶が遅れまして申し訳ございません。どちらにお住まいか存じ上げなかったもので、よければ案内していただけませんでしょうか？もちろんそのつもりです。それではご一緒にいらしてください。いかがなさいました？依頼主はこの町の領主とお聞きしていましたが、領主様が商いをなさっているのですか？はい、何せ辺境の町ですからね。財政も厳しく、領主といえどもさほど裕福というわけでは。おっと、お客人にする話ではありませんでしたね。町で一軒の大商店です。よろしければ滞在期間中はご利用くださいませ。大きなお店です。大商店ですね。いろいろなものが売っていますよ、トロニア様。さあ、主人の邸宅はこの先になっております。こちらへ。それではこちらで少々お待ちを。ただいま領主代行を呼んでまいります。領主代行？はい、そのようにお伝えしておりませんでしたか？私が知る限りこの町に領主はおりません。主人である領主代行が町を治めております。おや、クラウス、
戻っておったのか、ババヤガ様は。お、おお、もしやあなたが。はい、ペトローヌ様。ただいま大魔女バーバヤーガ様をお連れしました。これはまた何というか、これほどまでにお美しい方とは。こたびはご依頼ありがとうございます。私がバーバヤーガ、こちらが弟子のルカ。どうぞお見知りおきを。あ、はい、ご紹介に預かりました。ルカです。私のルカです。依頼内容はお手紙にて拝見させていただきました。前人未到の地下迷宮の謎を解き明かし、さらには未知なる魔法の品を持ち帰るでございますね。さよう。魔女様にそれが可能ですかな。もちろん。そのために山脈を越え、遥か東より万難を排してやってまいりました。それは頼もしい。ただそれにしても、かの名高き大魔女がこんなにお若くお美しい方とは。大魔女と聞いておりましたので、もっとよぼよぼかと。失礼ですが、あなた本当にバーバヤーガ様でいらっしゃる？ペトローネ様、お客人に失礼でございます。そもそも強い魔力を持つ魔女ほど見た目の年齢は低くなると言われておりますゆえ。私がバーバヤーガ本人でございますが、ご懸念もごもっとも。その疑念は探索の成果にて証明させていただければと。ただ普段はドロニアという偽名を使っております。魔女と知られると何かと恐れられますので、領主代行殿もどうか私が魔女であることはご内密にお願いします。確かに魔女に対する差別には根強いものがありますな。その方がよろしいでしょう。ちなみに体の井戸の方はもうご覧に？ええ、手始めに少しだけ手のものを使わせ、様子を伺ってまいりました。そうでしたか。ですが、その今回のように勝手に動かれては少々困りますな。何分あそこは陣地の及ばぬところ。公式に挑んだものだけですでに568人の命がかの地下迷宮で失われています。未認可で挑んだものを含めればその10倍は下らないでしょう。そして戻ったものは10人にも満たない。それもすぐに逃げ帰ったものばかり。そんな臆病者たちが話すことといえば、やれ玉ねぎが死肉を漁っていただの、巨大な女が裸で沼に浸かっていただのと。どれも眉に唾せねば聞くに耐えない。彼らの正気を疑っとります。しかしそんな中、ただ一人迷宮の奥底まで踏破し、その秘密を解き明かした男が疲れたように書き上げたと言われるのが、ヨーロレキテですね。やはりご存知でしたか。もしかしてヨーロレキテをお持ちでらっしゃる？いえ、残念ながら。ですが領主代行殿がお探しのものはきっと迷宮にありましょう。このバーバヤーガに万事お任せください。そうそう、今回も早速興味深いものを見つけてまいりました。今回のお題は結構ですので、どうぞお納めください。まあ金銭的な価値はないかもしれませんが。おお、早くも探索の成果が。やはり大魔女様を頼ったのは正解だったようですな。
何かカサカサと音が。ああ、取り扱いには十分ご注意を。未知のものゆえ、あまり乱暴に扱われない方がよろしいでしょう。そういたしましょう。クラウス、厳重に保管しておいてくれ。かしこまりました。ところで、表の商店、あちらも領主殿のご経営だそうで。ああ、むしろあれが私の本業なのです。私はもともと商人だったのですが、以前の領主が失踪したため、それを引き継ぎ領主代行となったというわけです。代行ね。そうでしたか。それでは貨幣の両替をお願いできるでしょうか。十分な支度もなくこちらに来たもので。もちろんおいくらでも両替いたしますよ。何しろシエル銀貨の保有額はこの町では当店が一番でしょうからな。シエル銀貨、初めて耳にしますが。なんと。ああ、いや、それはそうかもしれませんな。何分ここは辺境の町ですから。ではひとまずハルツ王国金貨300枚を両替していただけますか。ハルツ王国金貨、こちらこそ聞いたことがございませんが。どれ、質は良いようですが。そうですね、シエル銀貨1000枚といったところでしょうか。ご冗談がお上手で、由緒正しきハルツ王国公認の貨幣ですよ。少なくとも銀貨6000枚は下りません。そうおっしゃられましても、ここは辺境の町、中央の常識を持ち出されましてもどうにもなりませんな。ちっ、このゴーツ配り目。わかりました。では代わりといってはなんですが、この町に劇場を開く許可をいただけますか。井戸横の馬車小屋にて開設します。バーバヤーガ、あ、いえ、ドロニア様はもうすでに設置されているようです。はい。なんと、それはなりませんぞ。そもそもあの井戸には人が近づくことすら禁じておるのです。こればかりは即刻撤去していただく。お話し中失礼。クラウスさん、お水を一杯いただけないでしょうか。長旅で少々喉を痛めておりまして。かしこまりました。すぐにお持ちしますのでお待ちくださいませ。失礼しました。では改めて、ペトローネ領主代行殿、この町に劇場を開く許可をいただけますか。井戸横の馬車小屋にて開設します。なるほど、確かに魔女として暮らすのは都合が悪い。旅の一座ということにするのがよろしいでしょうな。いいでしょう。井戸付近での開設含めて私の権限で認めましょう。それからこの町に滞在中は税を免除していただきたい。何、そこのマロニエが花咲く頃にはご依頼を達成して町を離れられるでしょう。また迷宮内で獲得した品もその価値にかかわらず商店の方で引き取っていただきます。馬車馬も滞在中は引き取っていただきたい。先ほどの金貨の両替と合わせて、そうですね、シエル銀貨1万枚でどうでしょうか。いや、なんと言いますか、探索には協力を惜しまないつもりとはいえ、それはあまりにもこう。
いいでしょう。では、地下で手に入れた品は、すべて当商店に納品いただくということで、締めて銀貨1万枚、そのように手配しましょう。ありがとうございます。良き取引に感謝を。あと、また、特に素晴らしい魔法の品が手に入れば、その時は高値で買い取りましょう。そうですね。ご理解痛み入ります。短いお付き合いではありますが、よろしくお願いいたします。うん。いや。ドロニア様、お水をお持ちしました。どうぞ。あと、ペトローネ様、晩餐の準備が整いました。おそうか。ただ、ドロニア殿、申し訳ない。なんだか頭がクラクラしてきましたので、少しばかり駐座させてください。まだご説明していない町のルールもありますが、そちらはお食事をしながらでも。それでは、話の続きはまた後ほど。ドロニア様、よろしければ先にダイニングルームの方へご案内いたします。いえ、大変残念ですが今日のところはこれで。まだやることが残っておりますので。では明日改めてお迎えに上がります。馬も引き取りに上がらなくてはいけませんし、両替の件もございますので。しばしお待ちを。この町に滞在されるなら、とりあえずこれだけはご注意ください。夕刻の鐘が3度鳴ったら雨戸を閉め、朝まで決して外に出てはいけません。ご心配ありがとうございます。では行くぞ、ルカ。あ、はい。それでは失礼します。さあ、というわけで、レキティ洗礼眼レベル1のレキティスキルを手に入れたというわけで、レキティ可視力、物品が持つ魔力の一旦リアリティが見えるようになったと、いうわけでね、こんな感じで商店に行ったり、することができると、こんな感じですね。というわけで、魔女嘆願もね、できるようになりましたね。アイテム拾うことができる。取っときましょう。というわけでね、今回、とりあえずここら辺までにしとこうか。あまり長すぎても、撮影も長引きすぎても、どこできるかっていうのがめんどくさいんで、とりあえず、とりあえずね、ここまでにしておいて、次回から、続きのね、2階のフロア、の方にね、引き続き行って、探索を進めていくっていうことをしていきましょう。今回は、領主代行とね、会ったということで、ペトローネさんね、だいぶ鋭いです。はい。意外と鋭かったです、あの人。初めてやった時には気づきませんでしたが。というわけで、またね、次回からやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。